少ね。はっ、さあ、ここ難攻不落。共に散れ、スタールインファントム。次、眠るといいわ。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もよ。蝶と共に散れ、スタールインファントム。星々に一歩近づけたわね。和をもって尊しとなすですよ。まったく。
ほんの気持ちよ。気にしないで。眠るといいわ。もちろん誰でも構わないわ。難攻不落。炎の槍を断ち切れ。逃がさないわ。順番にね。これも開拓ゆえの収穫ね。
命の重みを味わいなさい。もちろん誰でも構わないわ。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もよ。星々に一歩近づけたわね。
者のために炎の槍を断ち切れ。命の重みを味わいなさい。
蝶と共に散れ。スタールインファントム難攻不落。命の重みを味わいなさい。逃がさないわ。シア物のために眠るといいわ。蝶と共に散れ。構わないわ。逃がさないわ。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もよ。難攻不落。眠るといいわ。者のために重傷ね。炎
しきれ。難攻不落。気にしないで。弱き者のために。命の重みを味わいなさい。難攻不落。眠るといいわ。大地を割れ。重傷ね。弱き者のために。命の重みを味わいなさい。炎の槍を断ち切れ。まだ早いし、どこかへ行く？あ、うん、
なたでしたか。行政区でお会いできるなんて嬉しいです。最近の調子はいかがですか。それは何よりです。性格の影響が消えてからベロブルグの雰囲気は目に見えて明るくなりました。これもあなたたちの努力のおかげです。そして私も元気です。お気遣いいただきありがとうございます。長い間ベロブルグに滞在していたのですから、ここは何度も通っていますよね。私の後ろにある建物はベロブルグの歴史文化博物館。今から600年以上も前に建てられたものです。あなたたちが初めてここに来た時、博物館はちょうど10年に一度の改修工事中で開放されていませんでした。性格の危機が去ってからさらに多くの人手を投入して急ピッチで改修作業を進めたので、間もなく一般公開が再開される予定なのですが、ただは改修工事中にいくつかのトラブルが発生しまして、今はシルバーメインが全力で解決に当たっているところなんです。そのここは広いので話が外部に漏れてしまうかもしれません。私が博物館を案内しますので中を見学しながら話しませんか。もちろんあなたに時間があればの話ですが。では行きましょう。話は中に入ってから。ようこそ。ここがベロブルグ歴史文化博物館です。ご覧のようにおよそ100日間に及ぶ改修を経て博物館の中は一新されました。しかし肝心の問題を解決しない限り博物館を一般公開することはできません。この博物館は今から約600年前、初代大守護者であるアリサ・ランド様と天外からの侵入者との戦いに命を捧げた烈士たちを記念するために建てられました。その後時代の流れとともに記念館の展示分野は徐々に増えていき、今日の姿になったのです。接待ホールを通り抜けると歴史文化博物館最大の展示エリアである総合館があります。ここには有名画家の絵画から地図標本まで多岐にわたる展示品が置かれており、来館者はわずか数分でベロブルグ文化の神髄に触れることができます。できることならすぐにでも総合館を開放したい。ベロブルグの特に仮想部の子供たちはなるべく早く文化の薫陶を受ける必要がありますから。ですが先ほども言ったように私たちは今トラブルに直面していて、どなたか親切な方の助力を必要としているのです。
ご覧ください。こちらが私の言っていたトラブルです。正確に言うと盗まれたですね。ここには流星のかけらが展示されていました。流星のかけらは総合館の展示品の中で最も歴史があり最も意義のあるものだと言えるでしょう。700年前、天外のレギオンは流星雨と共にヤリーロ6に降り立ったと言われています。流星のかけらは侵入者がこの大地を荒らしたという確固たる証拠で。すみません、いつもの癖が出てしまいました。あなたに歴史の授業をしている場合ではありませんでしたね。流星のかけらを取り戻せなければ博物館を開放する意義の半分が失われたと言っても過言ではありません。分かっていません。それこそが今まさにシルバーメインを悩ませている問題なのです。実は盗まれた展示品は流星のかけらだけではないのですが、何より総合館の一般公開が最優先ですので、追跡調査は後回しにしましょう。もちろんいくらあなたの力を借りると言っても最初から調査させるつもりはありません。それでは時間と労力がかかりすぎますので。下層部に駐在しているシルバーメインによると、最近深夜に大工区の人目につかない場所で密会する不審な人物たちが目撃されたとのことでした。ただシルバーメインは下層部に駐在するようになって間もないことに加え、直接的な証拠も不足しているので、まだ容疑者の逮捕には至っていません。ですがあなたなら方々で聞き込みをするだけで多くの有益な情報を集めることができるでしょう。私たちに力を貸していただけませんか？いいんですか？ありがとうございます。すぐに了承してくださるなんてさすがですね。それでは下層部に向かいましょう。ここの生活はとても質素ですね。ここにいる人々はいつからここに住んでいるのでしょうか。本題に戻りましょう。私たちは遅延の館長と連絡を取りました。彼女はいくつかの情報を持っているそうです。確か名前は、そう、シュエターさんです。さあ彼女を探しに行きましょう。ひゃ！びっくりしました。あなたたちでしたか。はあ、私の居場所がバレたのかと思いました。少し声を抑えてください。ここは至る所にスパイが隠れている可能性がありますので。そこまで深刻なのですか？一体どれだけの人が文化財の窃盗に関わっているのでしょうか。たくさんでしょうね。ペラさんは知らないかもしれませんが、お金が稼げる情報というのは下層部では一瞬で広がっていくんですよ。上層部と下層部の封鎖が解かれてからしばらく経ちますが、誰もがチャンスに恵まれているわけではありません。多くの人は下層部に残り、やっとの思いで生活しています。
私の知る限り、この文化財の取引では多くの利益を得られるようです。はあ、遅延のために働いていなければ私も心を動かされていたかもしれません。まだはっきりとは分かっていませんが、あなたたちが興味を持ちそうな噂ならいくつか耳にしました。聞かせてください。一つ目は、このグループの手口は非常に大胆で、募集ポスターを街中に貼り出すこともあるということ。彼らのポスターを見つけることができれば、そこに載っている情報から手がかりを得られるかもしれません。二つ目は、彼らの仕事ぶりは非常に荒々しく、丁寧さに欠けているということ。周りに甲府がいることなんて気にも留めずに、いくつもの大きな箱を抱えて取引しているところが目撃されています。三つ目ですが、甲府の子供たちの中にこの件に関わりのある子がいると聞きました。ただこの件はまだ検証できていませんので、注意してください。わかりました。シュウェターさん、ありがとうございました。あなたが提供してくださった情報はきっと役に立つでしょう。私は他の方にも聞き込みをして、もう少し手がかりを集めようと思います。もしよければあなたは外を調べていただけますか？戻ってきたら情報をつなぎ合わせましょう。お願いします。それで私に新しい服をいっぱい買ってくれたの。仮装部じゃ絶対に買えないような服をね。ふん、それがなんだ、僕のお父さんだって高いプレゼントを買ってくれたんだぞ。路面電車の模型見たことないだろう。普通の服なんかより全然いい。この子供たちは最近親から貴重なプレゼントをもらったみたい。仮装部の人が一夜にしてお金持ちになる方法なんてあれ以外ないよね。覚えておこう。こそこそ何をしてるんだろう。ピッピッ、警報警報、余計なことをする人物を発見、余計なことをする人物を発見。ピッピッ、荷物を守る荷物を守る。難攻不落。
の重みを味わいなさい。もちろん誰でも構わないわ。炎の槍を断ち切れ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。この箱はおそらく盗んだ文化財を入れるためのもの。あのロボットたちはここを見張ってるんだ。一歩遅かったみたい。他の場所を調べてみよう。シュエターが言ってた3つの噂の確証が得られた。戻ってペラと話し合おう。戻ったんですね。それで重要な情報を得ることはできましたか？わかりました。どうやら下層部の甲府たちをそそのかして文化財の窃盗を企てた人物がいるようですね。私の方も少し進展がありました。ここの甲府たちによると身の回りで怪しい動きをしている人がいるそうです。以前は大工区から離れたりしなかった流浪者が最近はよくボルダータウンに行くようになったとか、町に駐在しているシルバーメインにいくつかの怪しい場所を調べるよう頼んでおいたので、何か見つかるといい。あ、連絡が来ました。Thank you.
という幸運でしょう。こんなに早く調査が進むとは思いませんでした。ゲーテレストランに行ってみましょう。これが相手の目くらましではないといいのですが。まだ早いし、どこかへ行く？よし。おそらくこのケースですね。開けてみましょう。私にも見せてください。この色、この質感、間違いありません。博物館から盗まれた流星のかけらです。本当によかった。文
化財の真偽を確かめるため私は多くの文献資料を読んできました。私の判断を信じてください。ただあなたの心配も理解できます。今回の調査の過程はあまりにも順調すぎましたから。ですが少なくとも私たちは流星のかけらを取り戻しました。総合館を再び一般開放できるというのは喜ばしいことです。窃盗犯の追跡については時間をかけて慎重に進める必要がありますので、その時は引き続き協力をお願いするかもしれません。それではこの展示品を博物館に戻しに行きましょう。
まだ早いし、どこかへ行く？あ、ないようにね。よし、これで総合館は再び活気を取り戻せますね。ありがとうございました。流星のかけらすごく綺麗。展示品の価値はお金だけでは測れません。もちろんこの小さな石にも千金の価値があります。これで総合館の一般公開の準備が整いました。そういえば博物館の前支配人が作家になる夢を追うとかで退職したばかりでしたね。あの、もし興味がありましたら非常勤で博物館の支配人をしてみませんか？とても楽しい仕事だと私が保証しますよ。了承してくださるのですね。ありがとうございます。行きましょう。博物館のロビーアシスタントのエリスさんを紹介します。彼女はとても優秀ですから、きっと博物館の管理方法を分かりやすく説明してくれるでしょう。
ご紹介します。こちらはロビーアシスタントのエリスさん。エリスさん、こちらはベロブルグの救世主です。彼女の名前は聞いたことがありますよね。あ、お名前はかねがね伺っています。ようやくお会いできて嬉しいです。エリスさんはロビーアシスタントであると同時にベロブルグ芸術学院の生徒でもあり、この博物館の歴史や展示品についてとても詳しいんです。エリスさん、今日から彼女は博物館の非常勤の支配人になることになりました。博物館の開放と運営について彼女に共有していただけますか？もちろんです、ペラさん。私に任せてください。業務内容を分かりやすくお教えしますので。開拓者様、今から博物館の運営に関する仕事の流れについて説明してもよろしいですか？やる気満々ですね。それでは始めましょう。
く早く試し切りをしたいわ。気にしないで。眠るといいわ。ここ人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私も。難攻不落。者のために炎の槍を断ち切れ。蝶と共に散れ。スタールインファントム。重傷ね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もいます。
弱き者のために。いや、命の重みを味わいなさい。はい、貫け。フィアス、順番にね。大丈夫、重傷ね。難攻不落。フッ、蝶と共に散れ。スタールインファンタム、フィアス、これ好き。ほんの気持ちよ、気にしないで。者のために。重傷ね、順番にね。はあ、炎の槍を不落。痛くないでしょ、順番にね。
弱き者のために。炎の槍を断ち切れ。蝶と共に散れ。難攻不落。踊れ。いい度胸ね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もよ。痛くないでしょ。者のために。薬を飲みましょう。順番にね。いい度胸ね。ほんの気持ちよ。気にしないで。薬を飲みましょう。ほんの気持ちよ。気にしないで。者のために。薬を飲みましょう。ほんの気持ちよ。気にしないで。順番にね。
の重みを味わいなさい。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もよ。難攻不落、炎の槍を断ち切れ。者のために炎の槍を断ち切れ。痛くないでしょ。難攻不落、炎の槍を断ち切れ。痛くないでしょ。いい度胸ね。そんな、大地を割れ。薬を飲みましょう。ほんの気持ちよ。気にしないで。弱き者のために眠るといいわ。Mm-hmm.